トレーター3000万ぐらい上がってんじゃないですか。顔がついてると、うん、やっぱグッチだってわかるから、この人お金持ちだって判断してもらえる。最初はストールおすすめです。ヒルキャラを全面的に配置した、食パンに頭を入れちゃった猫ちゃん。ビビりながら買いました。ギラギラできるっていう。49万5000円。おー、赤木家のためにあるようなニットだよね。そうっすか、うん、足すと292万円。おー、こんにちは、小田切あさぎです。はい、そして今日はですね、なんとゲストにケイリンが来てくれております。イエーイ。なんと、あの、小田切あさぎ運営チームのケイリンです。今日はドバイに来ちゃいました。イエーイ。そう、私のね、運営スタッフのリーダーのね、ケイリンが仕事とね、あの、遊びを兼ねてドバイに来てくれてますので、でね、昨日ね、二人でドバイモールにお買い物に行って、で、まあ私もね、ケイリンもね、1億円以上1年間に稼ぐ億女ということで、億女らしくね、ハイブランドショッピングをしてまいりました。イエーイ。というわけでですね、今日もドバイからお送りしたいと思います。今私はですね、じゃじゃーん、あの、世界最大のドバイモールのグッチの2階のですね、VIP ルームに来ております。イエーイ。どれぐらい買うと VIP になれるんですか。まあ、人によりますけど。通算どれぐらい購入されてる。通算だと1600万の時計買ってるから、それ言ったら3000万ぐらい買ってるんじゃないですか。2年間で2年間でグッチに3000万。はい、やっぱ年間1000万ぐらいは買っとくと VIP 扱いしてもらえるんじゃないですかね。まだまだ修行が足りなかったです。そうっすね。あ、これケイリンがくれたやつじゃない。もうちょっとなんか丸っこかった、リングだけどね、うん、この前ケイリンにね、グッチの初のジュエリー買っていただいちゃったんですよね。イエーイ。店頭に飾れてた。あれ、青山店の店頭に飾る。あ、そうなんだ、はい、店頭にもジュエリーも飾るんだね。やっぱジュエリーいいっすよね。グッチ2019年からね、ジュエリーコレクションを出し、それまでなかったんだよ、ハイジュエリーを。グッチだけ出してなくて、2019年、2020年だったかな、にグッチの50周年を祝うっていう何の一環で、え、100周年 ?50 周年確か50、忘れちゃったんですけど、とにかくそれでハイジュエリーを初めて世の中にデビューさせて、その一番最初のグッチ初ハイジュエリーのお披露目イベントをイタリアでやって、それに私は招待していただいて、一滴時計を買ったっていう。例のごとくつけてませんけどね。年に1回か2回しかつけない時計。まあ、今ソフィアがね、飲み物持ってきてくれるんで、VIP ルームどんな感じになってるかというと、こんな感じで更衣室があるんですよね。まあ、あんまり店頭に出してもあんま買う人がいなそうなコレクションとかオーダー物なんかがね、このお部屋にはあったりします。かわいいね。でもロゴが入ってないからな。これすごくない。これ手刺繍ですよ。こういうのはめちゃめちゃ高い。これ多分ね、5、600万すると思いますね。このグッチのトランクみたいなのもある。ほら、これ持ってったらさ、そのままタンスになってるから。いや、タンスとこのハンガーと、すごくない。あさぎさん、グッチアイテムめっちゃ多いじゃないですか。そうだね。グッチはどんなところが好きなんですか。どんなとこが好きとかないんですよね。ただロゴが入ってる服が比較的多い。服装にこだわりないんで、ロゴさえ入ってれば何でもいいんで。だからまあ本当はね、ロゴ以外にもこういう素敵なお洋服たくさんあるんですけど、グッチにも。そういうのはちょっと買わないですよね、私は。その理由について YouTube の皆さんに教えてあげて。理由？え、だって分かんないじゃん、これがグッチかどうか着てても。顔がついてると、うん、やっぱグッチだって分かるから。そう、どうなれるんでしたっけ。この人お金持ちだって判断してもらえる。お店とか行った時に、はい、あ、こいつお金持ってるぞっていう判断をしてもらえるんで、だからショップとか行ってもいい商品とか出してくれるし、ホテルとか行ってもこの人には大事にしといてあげようっつって、お部屋グレードアップしときましたんでとか言って言われたりするって。私は昔さ、ファッションにあまりにも興味なさすぎて、ハイブランドとかも別に買うお金あったけど全然買ってなかったんですよ。その辺の服着てたんだけど、でもある日シャネルドーンみたいなマフラーをある冬に買って、それをつけてたらホテルのアップグレードが連発したわけ。その時に、あれ、これやっぱりこのマフラーの効果じゃないと思って。いや、でも確かに自分がホテルスタッフだとして、ホテルスタッフだって貧乏な人とお金持ってる人、どっちを大事にして、そういうグレードアップとかいいことしてあげようと思ったら何回も来る可能性がある。お金持ってる人じゃんと思って、じゃあやっぱ外見から、あ、自分お金持ってますっていうのを大胆にアピールしていくと、いろいろいい思いできんだなっていうのに気づいたのが私のロゴデビューのきっかけですね。浅木さんから、うん、あの1時間ぐらい説明されて、うちらも買うようになりましたから。浅木チームが
がみんな、ね、そうローカル。タクシーの運転手さんとかさ、すごい優しくなるよね。そう、ホテルとかもそうだし、レストランとかもそうだし、そうそう、いい席通してくれたりとかね。じゃあ、うん、グッチに普通にこんなとこまでは入れないけど買いに行くとするじゃないですか、うんうん、ブランド物持ってるとこの人買うって思われるから、ちょっと案内してくれる。そう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 、ほんとそうなのよ、うん、こいつ財布しか買わねえなと思うと放置されるけ どこいつは服を買うとか、こいつバッグ買うって思うと、よしよしどうぞどうぞみたいな。これからそういうね、あのハイブランドデビューしようっていう人は、まずはストールがおすすめ。面積でかいからあのバッグはね、結構誰でも持ってるじゃん。普通のオイルさんでもハイブランドのバッグは持ってるじゃん。まあクロコ持ってたらさすがに別だけど、クロコちょっと相当高いんで買えないけど、服は一着だけ持ってても毎日着るわけにもいかないし、でもマフラーとかストールは別に毎日つけてても変じゃないし、ロゴもすごい入っててコスパがすごいいいわけよ。金額も10万とかさで買えるわけだから、最初はストール、最初はストールでおすすめです。はい、はい、私も前回ここでね、うん、ドバイのグッチでストール買わせていただきました。あ、そうなんだ、はい、今日持ってきてないの。もうちょっと夏だからね、はい、冬風だったんで。そうだよね。いや、これとかもさ、ほんと素敵だと思わない？手で刺繍をした女性のブラックスーツよ。たまにはこういうのもかっこいいかもしれないね、意外でね、うん、アムロちゃんみたいな。でも私ちょっと身長が低いからね。そうです。アサギさんのね、パーティー中のヒールは15センチですから。そうです。家具もね、全部グッチコレクションなのよね。クッションが来るたびに変わってない？かわいい。私がでもグッチがすごい好きなポイントは、グッチってすごいね、50周年か100周年か忘れたんだけど、もともとそのグッチ一家っていう人がバッグとかね、うん、作り始めて、でも本当に細々としたさ、手工業から全部始まったわけ、全てのブランドが。2010年ぐらいまでのグッチって緑と赤のさ、あの3本ラインとか、こういうモノグラムもさ、結構グレージにモノグラムだけ入って、すごいシックというかさ。確かにそういうイメージでした。そう、そういうイメージだったでしょ、うん、でもそれをアレッサンドロ・ミケーレっていうイタリアで一緒に写真撮らせてもらったんだけど、バッグかなんかのデザイナーの一人だったその人を、マルコ・ピザイって CEO は全世界のハイブランドをこう渡り歩いて全部すっごい業績回復させているって、すごい凄腕 CEO なの、うん、その CEO がその2010年代にグッチの CEO になって、その時にアレッサンドロ・ミケーレの才能に目をつけてっていうか、それで彼をいきなりどっかの1位ラインのトップだったのをブランド全体のデザイナーに任命したわけよ、うん、アレッサンドロ・ミケーレはすごい大胆なデザインをする人なんだよね、うん、で今までのグッチのコンサバのやつを全部やめて、富裕層とかが気に入るようなすごいド派手な意味わかんないビルの形をした家とか、ウサギとか、そういう斬新なアイデアを次々と2人で形にしていって、それでリバイバルっていうか、うん、イメージ変えてた、うん、そう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 、それで売り上げも10年で10倍とかにして、もう何兆とかになって、それってすごい胸熱じゃない？で、私その時思ったわけよ、50年とか歴史がある老舗のね、肩書きとか品位を大切にするさ、そういうところであっても50年後にいきなり大革命をするってすごいことだなと思って、それでもね、十分数千億売れてんのに、そこに飽き足らず伝統も変えてチャレンジをして激変させる、ブランディングを一新するってものすごいことだと思って、私もそうでありたいと思ったわけです。そんなストーリーが2年で3000万人。そうですね。おー、Thank you。 いつはコーヒーとか、そう、カプチーノとかをね、うん、買ってきてくれるわけよ。え、そうなの？でもこれはさすがにここであるのかも。なんかオレンジジュースとか頼むと買ってきてくれる。すごい。いただきます。私はね、うん、矯正中なんで、ティーとかオレンジジュースすら飲めず、水です。今日は浅木さんなんか買うんですか？まあいいのがあればもちろん、はい、購入します、うん、今日はね、グッチとヴィトンとシャネルの担当者に連絡してあるんで行きましょう。はい、めっちゃ可愛い。というわけでソフィアがね、私友達4人で行くよって言ったら、またまたカップケーキ用意してくれてました。ディップってすごい可愛いね。今日も私も日本で目指してみようかな。日本は多分ドバイより上級顧客なのか。あ、確かにね、3000万使わなくても大丈夫だよね、絶対これに乗ってて持った方が可愛くないですか？ちょっと頑張ろう。売名人アサギさんが自ら出してくれてます、はい、この部屋アサギさんめっちゃ似合いますね、ピンクと。ほら、本当、うん、一体感がすごいです。
最初丸姫さんに連れてきていただいてね、覚えてますよ。そうこの部屋でズーム始めて仕事するねとか30分セミナーしててこの部屋いつでもあなた自由に使っていいのよってグッチのマネージャーに言われててかっけえって思ったって。私すごい覚えてるんですけど、最初やっぱり服は緊張するよねって朝木さん言ってましたよね。洋服って消耗品じゃん、だから洋服買うなんてって2年前の朝木さんは言ってたんですよ。言ってた、うん、初めて20万ぐらいの服買った時超ドキドキしたもんね。それが今や今やねお似合いです。最高、最強、可愛い。はい、それでは実食。実食。ビップのケーキはどんな味かな。赤いですね、ケーキ。あ、そうなんだ。うん、本当だ。どうですか、お味は。あの見た目めっちゃ甘そうだけど、全然そんなことないかも。おお。大丈夫。うん、美味しい。うん、うん、美味しい。イエーイ。グッチのリボンついてたけど、どこのケーキなんですか。オーダーしてんだと思う。あ、そういうこと、うんうんうん、こういう何もない時は多分カップケーキとかでよく店内でショーとかやってそこに呼んでもらえたりするんだけど、うん、そういう時とかなんかねアフタヌーンティーセットみたいなとかも出てくるから、うん、塩気がありますよ。あ、今回もやっぱ塩気が、うん、というわけでね、ちょっと一息ついたところでお買い物行きたいと思います。2階はねお洋服コーナーだから。え、また次のパーティーいつだっけ。まだ日程は決まってないから秋か。秋ですね、でちょっと今買うのはさすがに早すぎるね。今回の合宿では私着る機会ないよね。パティスコいらないじゃないですか。そうだよね。なんか T シャツとか普段着ってこと。合宿で何着よっかな。もう素敵くないこれ。まあでもパーティーシューズはな、私15センチって決めてるからな。どうこれ、これとかもありだよね。ドレスにめちゃめちゃ可愛くない。よくない。朝木さんしか似合わないあの合宿の浴衣の時いいんじゃないこれ。あ、でも花つけるとか言ってたんだよね。でも何かに使えそうだから買っとこっかな。買っとこっかなとかのレベルなの、うん、これは何入れんの。すごくない、like、何これ。アクセなんですかね。何これっていう。いや絶対これかわいい、うん、いやこれちょっと素敵なんですけど。カラーをつけてる本格的な人あんまり見ないですもんね。やばいわこれ。アサギカラーだしねこれね。最高。あ、黄色ピンクと黄色いくらかによるけどさ、なんかピンクと黄色が置いてあるのにやばくない。え、私黄色センサーあんまり働いてないからさ。やばいなこれ。いやこれめちゃめちゃ可愛い。ケイリンがどんどんギラギラになっていく。冗談で買える金額なのかな。どうする、100万とかだったら多分40万とかだと思いますけど。どうだろうな、もうちょっとするかな。っていうか私似合わなくてびっくりするね、うん、そうだね正直そうだねどうして同じものなの。でバッグはな、やっぱ、うん、似合いすぎですね。似合いすぎるよね。同じものつけてると思えないけど全然似合わない黄色なのにね。これはもう買いですね。買い。カタールからピンク取り寄せてくれるらしいんです、スモールサイズ。これすごい変わったデザインだね。セクシーでいい気がするな。まあこのベーシックなね。あ、これかわいい、うん、でもニット着れないよね。冬終わっちゃったからドバイ。日本で着るか。でも日本さ合宿だしさ。何着てるんですか合宿。カジュアルなスポーツウェア、うん、やっぱジャージか T シャツの方がいいかな。そうだね、まあ、これは普通に可愛いから買おう。これ私のヘビロテワンピーじゃないですか。このシリーズすごい緑と黒とネイビーと思っててヘビロテしてる。多分ね、朝木さんがヘビロテしているのは着心地がいいんだなと思って。そうそうそう、そう、これすごい着心地いいくておすすめよ、うん、合宿に着ていく用のカジュアルウェアを買いたいと思います。最近ソフィアから送られてきたのがジャパンかわいいシリーズっていうシリーズで、もうめちゃめちゃ攻めてるわけよ。ピカラーって書いてあるこれとか合宿にいいんじゃないですか。あ、どう。いや、わかんない。可愛いよね。試着しましょう。お腹を出したくないんだったらこっちですね。オーバーサイズの彼氏の泊まりに来ちゃったら可愛い今日はちょっとカジュアルウェアを買おう、うん、これとかはちょっと攻めすぎでしょ。これ私も黄色い服ないですかったらこれが出てきて、いやちょっとギリギリ黄色いね。あ、でも意外と可愛いかもよこれは。意外とね、そうそう、これ可愛いと思ったの私。
あーでも麻木さんいいでしょう、うん、すごいねそれ、うん、このキャラクターはすごいさ初めて見たんですけどグッチはなんか売り出したいんだ、ね、やっぱヴィトンがね草間彌生とコラボしてるからうちはこれやでっつって。でもやっぱこのストーンついてんの可愛いな。なんかちょっとゆるキャラには目をつぶったら可愛い。新作ジャージ新作ジャージです。あこの T シャツもいいね、うん、で確かに初めて写真を送られた時はえないでしょって思ったけどそう見てるうちにだんだん可愛いかも、うん、ナイスナイス OK we gonna try、yeah. これはどうですか。わしてますね合宿に岩カラー朝になりきるくもなレベルが上がっていく絶対達には使えないですよねこんな人のこと。イエーイ二度見するよね、うん、試着しに行こう。じゃあちょっと着替えてみたいと思います。どうですかこれ。いいんじゃないですか。可愛いよね。可愛いけどやっぱお腹寒いんだよ。え中に何も着ない予定ですか。何か着たら可愛くないじゃん。えそんな東京じゃ無理ですよ。ナスとかT シャツ着てみるよ、うん、こういう風にやったらさ、ほら可愛くなくない？うん肌が見えてないと可愛くないじゃん。そうねでしょ。可愛くないじゃん。可愛くないですね。そう、うんうん、これ着んだったら肌見せしないと絶対可愛くない。可愛さはさ、やっぱ我慢とセットですからね。ですよね。4月の夏って寒くないですか。そんなことないのかな、うん、そんな暖かくはないと思いますけど。だから写真撮るとき以外は巻いといて。なるほどね。写真撮るときだけ可愛いっていうね。いや写真常に撮られてますから。でもお腹出せるってちょっといいよね。もうちょっとダイエットしますけど。これも可愛いね。派手派手でなんかそれ朝日さんっぽいけど ね、うん、スパンコールがいい、ね、めっちゃ可愛い、うんうん、これでいこうかな。ちょっと我慢はせず似合ってます、ね、これ可愛い。着心地いいし黄色い洋服なかった。洋服なかった全然。残念。黄色っちゃ黄色じゃない。いや私だと分かられないですね。はい。髪の毛の色も派手にしないし顔も薄いとそうやって頑張ってるんです同じ色で。可愛いけどちょっと地味。そうね。改めて買うこともないかな。まあ他のとはちょっと近いですもんね。しかも意外とロゴが目立たないのかもしれないですね。そうだね、うん、それすごい使い勝手良さそうじゃないですか。これ、うん、だってワンピースでしょ。そんなことないよね。いや意外とちょっと違うかな。ちょっとヒラヒラしすぎちゃってるかもしれないですね、うん、プリーツスカートだからかもしれないですね。そうだね、うん、ちょっとこれは意外と違う、うんうん、やっぱ着てみないと分かんないですね。そうね。着替え中です。でもこれなんか42とか言ってたから大きい、うん、もし気に入ったら36か38なんだけどそれをエミレーツモールから取り寄せるとか言ってたけど。いやそれお直しの何このシャネルのスカートはすごい丈だね。どこもベストマッチサイズ。いやでもマジ一人だと面倒くさくて買い物来ないから。よかったです。ウケる。めっちゃ似合うんだけど。似合いすぎ。似合いすぎないこれ。これ浅木さんのために開発されたじゃないの。いやもうわお。それで合宿行くしかないよねこれも。これでお願いします。一名。似合いすぎ。似合いすぎ。うん。ハッピーちゃんジーエンとか着てそうじゃない。ハッピーちゃんジーエン。かぶってないですよ。もういいっすね。後ろもお願いします。うん、あかわいい。かわいい。え、じゃあそのスニーカーできたらいいんじゃないですか。うん。まあね。うん。そうしよう。この時に出会えてね、立ち会えてよかったです。アレッサンドロ・ミケーレに会ったからかな。え、でもそう。インスピレーション確かそんなバカな。はい、というわけで、シャネルのね、試着室ですね。めっちゃ広い。試着待ち合いと。試着室。かわいい。めっちゃかわいい。これはかわいいですね。やばい。これもね、うん、めっちゃかわいいんですけど、なんとね、ピンクがあるかもって言って、今持ってきてくれるかも。素晴らしい。じゃあ、はい、ぜひ。もう一個すっごいかわいいスカートが、ショーウィンドウに飾ったんだけど、うん、それはショーウィンドウから外すのに今日の夜やるから、明日以降じゃないと買えないって言われた。そんなに大掛かり？まあ、だってなんか代わりの着せなきゃ。あ、そうかそうかそうか、うん、でもちょっとどうすかこれは。なんか難しいね。難しいですね。レベル高い。両方とも短めなの。最近は短めが何ですかね。可愛いかもしれない。うん、うん、あすごい引っかかるストーンにするみたいな。お
ピンクがあるならまあ、うん、あまりイメージじゃないですね。それはおそらく買いじゃないかなと思いますね。ちなみにシャネルのお洋服いくらぐらいなんですか？シャネル高いんですよ。ニットでおいくら？倍ぐらい高くて。おお。50万ぐらいすると。50万。ニット。かわいい。すごいか。それめっちゃかわいいですよ、アサギさん。これも買いですね。かわいい。かわいい。かわいい。揺れてる。え、めっちゃかわいい。セットの何これ、かわいすぎ。控えめですね、ちょっと。いつもより。うん。お、ピンクあった。いや、メディアルストライです。お金持ちの買い物は違いますね。え、何が？勢いが。まあ、普通。普通でいいんじゃないですか。うん。セブ島とかにいそうですね。セブ島にあ、石垣島に持ってきたらいいじゃない。まあ、でも使いやすそうだから、うん、まあ、普段着としてね。うん、はい。30万ですね。T シャツ30万石垣じゃないっていう。いや、シャネルはね、まず高いんだよ、やっぱ。エルメスかシャネルかって感じですかね、値段で言うと。ですかね。どんどん値上がりしてますからね、皆様。参照、バーキン開封動画にで喋ってましたね、アサギさんが。いやー、どうなのこれ。私、おしゃれじゃないから分かんないですね。いや、どうなんだこれ。引っかかりが気になるな。いろんなとこに引っかかってる。ちょっとこの T シャツは店員さんが似合うと思っても手で。そうだね、うん、もしかしたら買うかもしれないと思ったじゃん。お金持ち浅木さんなら。これはシャネルは出てなくても大丈夫？これは同じね、柄のトップスを持ってるんですよ、うん、この前買って。不思議だね。まあ、シャネルだって分かるのが大変ですね。じゃあ、浅木さん、シャネルではニットと T シャツお買い上げ。そうですね。はい。ね、買おうと思います。シャネル様違いますね、やっぱり。はい、というわけでお次は、ヴィトンの試着室に来ております。そして今回は、じゃじゃーん！ケイリンが、こちらのヴィトンロゴ入り。ゴールドホワイトワンピースをお買い上げ。イエーイ。アサギさんに見立てていただきました。ケイリン黄色がついてるよこれっていうので、あのサイズも。こっちのね、なんかトラちゃんのシャツも私は一押しだったんですけど、ちょっと大きかったね。ちょっと大きかったんで。はい。ビトンロゴデビューをしたいと思います。イエーイ。欲望全開。手帳、試写会こちらに来て登壇させていただきます。欲望叶えてる。欲望がめっちゃ叶っちゃいますんで、欲望全開手帳ね。もう今年売り切れちゃったけど ね早めに皆さん2024年分はチェックしていただければと思います。イエーイ。こちらは11日間お留守番をしている夫に。すごい。夫に朝木さんが選んでくれました。私が選んだっていうより100倍ぐらい喜びます。え、マジ？でもこれね、多分すごい喜びますね、これ色的にも。あ、そう？うん。素敵だよね。ヴィトンってバッチリわかるしね。はい。うん、あのギラギラ系男子になってもらおうかな。イエーイ、楽しみでーす。イエーイ。はい、というわけで、ハートファイモールでのお買い物をピックアップしてお家に帰ると思うんですけど、すごい。すごすぎなんかすごいテストが来ました。朝木よ。はい、朝日を。これに行って、帰りたいと思います。イェイ！イェイ！イェイ！憧れの爆買いツアーと爆買い動画に出演できて嬉しいです。イェイ！いや、もうあの生で見れて嬉しかったです、あの爆買いを。爆買いをね。え、見たことなかったっけ？この前はそんなに買ってなかったですよ。うん、今日もああいうのあったら買うとか言って買った数。ちょっと結構買っちゃいましたんで、ちょっと早速ね、紹介していきたいと思います。まずは私の控えめなグッチからいきたいと思います。控えめなグッチ、はい、控えめなグッチから。まずはこちらです。じゃじゃーん。こちらお洋服です。今回ね、グッチの担当のソフィアが新作が入るたびに、私に WhatsApp でそんなの入ったよみたいな連絡してくれるわけですよ。で、今回のコレクションを私最初に写真で見たときに、えって思って、ちょっとこれはさすがにね、いくらグッチ好きの私でも、これはどうなんだろうと思って、既読スルーをしてた。うん、そしたら、え、これどうみたいな。もう一回来て、これはジャパニーズ可愛いみたいなシリーズなんだけど、みたいな感じで連絡が来て、うーん、とかってね、その時は言ってたわけ。昨日実はちょっと行く時に、いやでも今店頭にあるのあの変なジャパニーズ可愛いシリーズなんだよな、みたいな。どうなんだろうとかって思ってたんですけど、結局買っちゃいました。
ジャパニーズかわいいシリーズ。ジャパニーズかわいいシリーズ。これも買ったんだ。結局買った。これどう思います？謎のゆるキャラ。のり巻き、これ誰も知らないと思うんだよね。そうだよね。何のキャラクターかすらもちょっとよくわかんない謎のキャラクターとのグッチのコラボなんですけど、えって感じじゃん。なんだけど見てるうちになんかだんだんなんか慣れてきて、あ、意外にあれなんじゃないかっていう気がしてきて、しかも試着したら意外と可愛いぞこれってなって買っちゃいました。これスウェットなんだけど丈が短めでちょっとお腹が出るんだよね。そこがなんかまた可愛くて、うん、今度ね、アサギスとナス合宿っていうのがあるんで、それに行くんですか？そうそうそう。私あんま普段カジュアルなのそんなに着ないんだけど、栃木県のナスにね、うん、250人ぐらいをご招待して一泊旅行に行ってくるわけですよ。で、そこで体操、体操っていうか何、運動会運動会したりとか、宴会したりね、そうそう、宴会したりとか、うん、そういうね、アウトドア系のね、イベントを考えてるから、うん、そこに来てくのにいいかなみたいな感じでね、ちょっと買ってみました。まあね、もう、うん、浅木さんはハイブランドで来るっていう前提があるからさ、そうそうそう、ね、でスニーカーにね、合う可愛い服っていうことで。スニーカーなんだ、はい、そうなんですよ、うん、比喩で来ないでください。わかりました。私もね、主役なわけじゃないですか、はい、みんな度肝を抜いていかないと、いや、そうですね、っていうことで、うん、来た動画はまた別の動画で見ていただけるんで、ぜひそっちで見てください。これおいくらですか？はい、これがですね、どれか分かんないのよ、この。なるほどね、うん、多分26万円、多分ね、多分多分26万円だと思います。というわけでね、どんどんいきますよ今日ね。はい、そして2着目がこちらもお洋服なんで、ちょっと早速開けてみたいと思います。あ、そちらです。同じくジャパンかわいいシリーズ。じゃ本当にそのシリーズ名なんかわかんない、ソフィアが言ってるだけかもわかんないんですけど、いるキャラを全面的に配置した食パンに頭を入れちゃった猫ちゃん。じゃこれまた似合ってたんだよね。謎モチーフでこれだけ見たらえって感じなんだけど、でもこのねラインストーンとかが結構ふんだんに使われていて、これも着たらね意外とかわいいんですよ。うん、なかなかまあこれあんま着てる人いなそうだし、うん、可愛く見えてきちゃう普段だ。実際着ても似合ってたんで、はい、これも買っちゃいました。なんでね、1日目2日目とねこれらを着てみんなのドギモを抜いていこうと思います。ドギモ抜かれるね。こちらがおそらく31万1000円ですね、うん、はい、トレーナー31万1000円、ユーキャラトレーナー31万1000円で購入しました。はい、どんどんいきたいと思います。次は、じゃじゃーん。はい。こちらまたちょっと大きめのボックスなんですけど。なんだろう、これ。これはですね、スニーカーです。あれ、スニーカーも買ったんだっけ？結局買いました。こんな感じでね、あの、靴袋に入ってまして、開けてみますと、もう一回靴袋に入ってる。じゃじゃーん。こちらのスニーカーを、はい、購入しました。で、私、グッチのスニーカー3つ目だし、なんなら、ほんの2週間前に、買ってましたね、そう、新しいグッチのスニーカー買ったばっかりで、うん、それもすごい可愛くて、ラインストーンがついてキラキラして可愛くて、うん、お気に入り履いてたのに、昨日店舗に行った新作スニーカーがまたまた出ていて、しかも私の好きなピンクで、私の好きな厚底ね。うん。私やっぱ背が低いんで、スニーカーでもちょっと厚底になっといてほしいわけよ。1センチだけ厚底あったの、先月買ったやつより。で、うわーと思ってしょうがねーと思ってもう1個買いました。かわいい、このピンク、かわいいでしょ、うん、で、厚底はいいんだけど、先月買ったやつの方がラインストーンがついてキラキラしててかわいいんだよね、うん、デザインとしてあっちの方がかわいいんだよな、どうしよっかな、これ本当に履く機会あるかなと悩んだんだけど、ちょっといいこと思いついて、この G マークに自分でラインストーンつければいいんじゃないかと思ったんですね。ソフィアにラインストーンつけるようなことしてくれるとこってあるかなって聞いたら、うん、そのドバイモールにレベルシューズっていういろんなブランドの靴だけを揃えてる靴フロアみたいなお店があるわけ、うん、そのレベルシューズに靴修理ショップみたいなのがあって、ハイブランドのスニーカーとかも洗ってくれたりとかするんだけど、そこで多分できんじゃないかっていうことで、デコるわっていうことで、これデコったら最強に可愛いと思うんで、唯一無二になるしね、買ってみました。デコられてなかったらデコるっていう選択なんですか？そうですね、デコりも仕上げてナスに履いていきたいなと。こちらはおいくらでしょうか？こちらはですね、シューズなんで12万5000円です。お、はい、
可愛いお値段。可愛く見えてきますね。そう、可愛く見えてくるお値段のね、125,000円でございます。すごい今回も大物があるんですけど、うん、それはちょっと最後に残しといて、小物だけ、うん、あとグッズで買ったんで紹介したいと思います。これなんか箱が珍しいですね、これ。そうだね。うん、黄緑。こんなの買ったっけ私。わかんない。もうもはや何なのかわかんない。ちょっと難しい。何これ。おわー。あー。パーティー仕様のやつなんだね。カチューシャでーす。このカチューシャね、うんうん、パーティードレスのコーナーにあったね、これね。これがね、うん、似合いすぎたんですよね。すごくないこれ。古代エジプトのみたいな。一瞬で見つけてすぐ買うことを決めたんですよね。あ、そう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 。うん。ギラッギラカチューシャですよ。さすがにね、これ普段使いはしないと思うんだけど、うん、パーティーの時とかね、うんうん、そういう、どうしても目立ちたいっていう時に、これをね、どうしてもギラッくしていこうかなと思っております。これ見られてシャラシャラシャラ。これいくらの？これ18万1,000円。あ、意外と安い。うん、ゴージャスなカチューシャです。お次はこちらですね。はい。可愛い袋に入ってますけれども。なんかまた変わった、うん、紫の箱ですよ。何だったっけ？これはね、私は覚えてるよ。わかる？え、なんだっけ？ちっちゃい巾着に入ってまして、あー若返っちゃうやつ、ね、そうそうそう。どうこれ、私3日前に40歳だったんですけど、いや可愛くないこれ。いやめっちゃ可愛いと思って、なかなかね40代でこれつける勇気ある人はいないんじゃないですか。私は勇気ないっすよ。っていうね、ちょっと可愛いバレッタを買ってみました。でも似合いますよね、髪の色とも。そう、そうね。うんうんうん。若作りしていこうかなと思います。すごい、もうめっちゃ可愛いピンクで。うん、これはね、7万円です。結構高かった、プラスチックだしね。うん、意外とするんですよ。はい、で私はグッチだと大物残してるんですけど、はい、じゃあ先に、うん、ケイリンのね、ルイ・ヴィトンシリーズ開封していただきたいと思います。爆買いと、アサギさんの爆買いにはね、ちょっと足元にも及ばないですけども。いや、そんな内容もよろしいでしょうか。そんなことないですよ。いや、私服は、うん、グッチのアウトレットで黄色いセーター買ったことあるぐらいで、ジーマークの。え、じゃあ初めてもしかして。30万ぐらいの服は買ったことあるんだけど、アサギさん推奨のロゴものを、本当に正規の価格で買ったの初めて。うわー、記念すべき。1個目踏み出しちゃった。1個目踏み出したし、アサギさんに選んでいただいたっていうことで。そうですね。めちゃめちゃ。こちらです。こちらです。あ、ちなみに私はあれなんですよ。もう黄色い服しか着ないと決まってるから、探すのが大変なんですよね。そうだね。グッチにもなかったし。逆に黄色があったら絶対買うっていうね。そうそう。そしたらもうヴィトンに2着くらいあったから、もうこれは買うって感じだなって言ったら、最後までぴったりありました。じゃじゃじゃーん。はい、ワンピースでーす。ちゃんとこれ本当は浅木さん用にさ、かけといてくれたんだよね。そうそうそう、セシーナがね。ロゴ、うん、ロゴだぜっていうので。そうそうそう、浅木絶対好きだと思ってってかけといてくれたんだけど、黄色なんでね。譲ってくれたんですか。最近ちょっとこの柄増えてきちゃって。ああ、なるほど。なんか色違いとかになってるから、うん、もうそろそろいいかなと思ったのもあって。はい、初買いました。でも、柄に黄色が含まれてるんだけど、うん、デビューとしては控えめでやりやすい感じですね。こういうスタイルのワンピってかなり使いやすいから襟がついてて、あ、なるほどね。しっかりした形で、うんうん、どっちにも使えるみたいなね。そう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 、うん、割とどこにでも着ていけるんで、すごい便利な一着だと思います私は。なんかゴールドみたいな感じで可愛いしね。うん、うんうんうん。このボタンも可愛いよね。これ可愛いですね。うんうん、両方についててこんな感じでね。ビビりながら買いました。ギラギラできるっていう記念すべき第一着は、これでお値段は49万5,000円。おお。いや、てか私2年前まではね、100分の1のくらいの服しか着てなかった。4,900円。うん、そんなもんじゃないですか。そんなもんですね。ですよね。そんなもんだと思います。はい、衝撃ですよ、ワンピースが49万円もなんて。いや、すごいよね。はい、改めて冷静に考えると。はい。うん、なんか10万円とか安いとか思い始めてるんですからね。ファーストビトン。ビトン。ロゴワンピース。わー、ついにケイリーも。ロゴ女王の道を歩み始めていくわけですね。浅木さんにロゴ教育をされてからということで、結構ロゴ買ったんですけど、やっぱ洋服は勇気いるね、ちょっとね。洋服はね、うん、1着だからね。そうなんですよね。うん、2着目は2着目はなんと私用じゃないんですよ。じゃじゃーん。プレゼント。プレゼントに入るよ。プレゼント。
で私の夫も運営チームに入らせていただいてるんで、そうなんです、多分、うん、あの代わりに開けときますって言ったら一番喜ぶと思って、当時見てる今回ね、私来るのに11日くらい家を空けてるんで、うんうん、子供3人いて、何歳何歳何歳って、10歳7歳3歳を3人見ております。そうだよね、はい、しかも経理は2回目だからね。とかそうなのよ、そうなの。今度一緒に行きたいんですけど、さすがに買っていこうということです。素晴らしい、はい、浅木さんが選んでくれたんですよ、ま、はい、これはね、ということで、はい、リボンは二度と同じように結べないですけど開けたいと思います。これなんかプレゼントらしい包装に入ってていいね。じゃじゃーん、じゃじゃーん、イエーイ、はい、この T シャツです。うん、夫もですね、浅木さんのライブの大ファンなんで、あ、浅木教で、浅木教なんで浅木さんにロゴ教育をされてから少しずつ買い集めているんですけれど、これが似合うんじゃないかな。すごい似合いそう、うんうん、黒でね、カジュアルにもなんかしっくりも着ていただける感じで、はい、はい、うん、多分お喜びだと思います。ケイリンすごいな。なんで、いや、旦那さんにヴィトンの T シャツプレゼントなんて本当、うん、牧女しかできないやつじゃん。え、あー、そうか、夫の T シャツになとか言ってた。こちらはいくらなんですか。さっきのちょっとね、ワンピースのネタ言ったら若干気まずいんだけど、T シャツとワンピースですからね、そこは。146,150円です。そうなんね、意外と。しかもでもこれ私、もう確認もしないで買ったんだけど、うん、さっき計算したら、思ったより安かったよ。よかったってか、ここでよかったって来たでしょ。でもこれさ、デビューに良くない？ T シャツ。デビューに最高。うんうん、ね、デビューに。なんかこれからの季節、夏でさ、うん、ワンピース49万はさすがにっていう人、うんうん、ぜひ T シャツからデビューするのいいんじゃないかと。メンズですけどね。女子もありましたよね、うん、この辺ちょっと可愛いのついてるやつとか。あるあるある。合わせて64万1950円。まだまだ爆買いにはこの通りですが、まだ担当はつかないです。少しずつ階段を登っております。素晴らしい。というわけで、ケイリンのヴィトン紹介でした。じゃあちょっと次はね、訪問行く前にシャネル、シャネルさん行きたいと思います。シャネルも可愛いのはいっぱいね。私もね、前回一気に500万以上買っていきなり担当がついたんで、明日ショップ行くねっつって行ったら、ごめん今日休みだったわ言われて、担当じゃない人から買っちゃったんですけど、こちらですね、うん、はい、こっちなんか可愛い、変わった袋に入って、なんかサマーみたいな。こちらです、じゃじゃーん、 T シャツです。爽やかな、あ、なんかここにかわいい、ストーンとかボタンがついてる。気づいてなかったね、うん、全然気づいてなかったけど、はい、ついてて、シャネルらしいこのツイードでね、シャネルってロゴをバンって入れた T シャツになります。シャネルの匂いがする、うん、もうすぐ石垣島があるから、そうそうそう、アサギスト合宿の前に、うん、私たち運営合宿で、うん、みんなで石垣島に何家族で行くの、あれ、うちが6家族、6家族で行くの、うん、5家族でしょ、下旦那一緒だった。そうだよね。石垣島で運営合宿ということで、ね、はい、がっつりミーティングしたり撮影したり、石垣にぴったりなんじゃないこれっていうことでね、買ってみました。ぴったり、うん、石垣カラーでね、うん、これがね、思ったよりすごい高かったんだよね。これ T シャツだからといって何でも安いわけじゃないけど、ね、シャネルは高いんだな。グッチとは別格で、うん、こちらの T シャツがなんと33万7千円でございます。ちょっとシャネルはあの、もうワンランクね。そうですね、うん、もうワンランク頑張んないと、もうワンランク頑張んないと、うん、なかなかね、爆買い、うん、大変なシャネル様でございます。もう一つがこちら、うん、これもね、同じような可愛い袋に入ってますけれども、なんかこれ箱よりいいっすね。あ、そう、いやいや、だから箱全部かさばんないから ね、うん、こちらです。可愛い、これはもうさ、うさぎさんのためにあるようなニットだよね。そうっすか、うんうん、前はこの5とかね、うん、シャネルマークとか、うん、四つ葉のクローバーとかがあしらわれていて、後ろも可愛いんだよね。そう、後ろも可愛いのよ。この後ろにさ、貝殻で作られたシャネルボタンが上から下まで全部ついていてっていう、そんなニットを買いました。これはもう超お気に入りになる予感しかないね。いやいや、もうこれはもう可愛すぎて、うん、本当に似合ってますもんね。これはおいくらなんでしょうか。こちらがですね、なんと69万6千円でございます。ほぼ70万よ。ニット1枚70万。やっぱ可愛さには勝てないということで、すごい世界ですね。そうですね、うん、そんなシャネル様でございます。じゃあね、最後にね、うん、一番の大物をね、ちょっと紹介したいと思います。
じゃじゃーん、こちらです。これも本当にすごいやつですよ、ね。うん、そうね。すごいですね、このなんか、入ってるものも。そう。なんか値段によるのかな、かなりの高額になると、うん、この袋ついてくる気がする。ああ、なるほどね。うん、で、ちょっと開けてみたいと思うんですけれども。じゃじゃーん、わーおー、すごい。全面スパンコールが配置されている。これなんていうんだっけ、またこのシリーズですね。何ジャケットってんだよ、これ。スタジャンみたいな。スタジャン、うん、スタジャンでございます。合ってんのかな、アボガドに頭を入れた犬。ゆるキャラが配置されたグッチのソースパンコールスタジャンでございます。この色、魅力覚醒講座みたいな浅木さんの色だよね。これ私の髪の色と同じだからね。確かに。これは見た瞬間にちょっとこれやばくないみたいな。でも着てみたら、え、めっちゃ似合くないってなって、これだけ着てほしいです。合宿で着たら楽しみにしててください、はい、ちょっとこちらを合宿に着てってみんなの度肝を抜きたいと思います。本当にカメラマンは楽でよかったと思って探すのが簡単。そう、私は結構やっぱさ、派手な服とか普段から着てるから、前のねドバイ合宿とかでも、うん、その私に直接あなた何者ですかとかあんまり聞かれないんだけど、うん、一緒にいる人があの人ってすごい人なんですかみたいな、あの人は何をやってる人ですかこっそり聞くっていうね。やっぱね、服はただものではないことを伝えるツールっていうことでね。これ着てたらあの人はきっと有名人か何かなんだろうって思うよね。それはね、全部はっきり言って値段見ないで買ってんですよ、全商品ね。見てなかったですよ、うん、だからさっきレシート見てびっくりしたんですけど、こちらなんと95万円です。いやー、でもさ、さっきのうちはこの69万のニットから来るとさ、お値打ちだねみたいな感じになってくるんですけど、すごい世界ですね。これ総額おいくらだったんでしょうか。シャネルの総額が合計103万円ですね。さらっと寄って15分ぐらいで買ってましたよね、うん、すごい。シャネルが103万円で、でグッチが合計189万1000円ですね。なんで足すと292万円、はい、というお買い物をね、昨日2時間ぐらいかな頑張って買ってきました。イエーイ、はい、今回も激アツでしたね。そうだね。あ、ケイリーもこれナスに、あ、でもそれスニーカーだと、まあでもスニーカーでもまあいいんじゃない。そうですよね、うん、あの夫婦で着てきます。みんなでギラギラしていこう。スニーカーも新しく揃えておきます。いいね。あ、スニーカーオスロにしたらいいの。すごい仲良しだね、やってみる。うん、いいのあったぜひ。うん、ということでハイブランドグッズたちを携えてね、来週からね帰国したいと思ってますので、そしたらまたね日本からもいろんな旅の模様なんかもお送りしていきたいと思っておりますので、よかったら見てください。というわけで今日はですね、ドバイモールのまた爆買い動画をお送りしました。こちらの小田切あさりのチャンネルでは、日々私のこういったハイブランドショッピングの様子だったり、スイートルームとかファーストクラスの旅行機だったり、あとはですね、あの視聴者の皆さんからの質問に答えた動画なんかを配信しておりますので、もしこの動画が面白いと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。あと私がですね、月商14万の激貧 OL 時代から今のようにですね、爆買い強欲に生きれるようになった秘訣は、私の LINE に登録していただくと30日間の浅木流欲望の叶え方無料レッスンがありますので、もし興味のある方はぜひそちらも登録してみてください。というわけで今日も見ていただいてありがとうございました。それじゃあまたねー。